セルゲイ・ゲンナジエービチ・ネチャー・エーフは、ロシアの革命家。ロシアのニヒリズム運動のオルガナイザー。モスクワ郊外の岩のノボ村に生まれる。父は、貧しい労働者。母は、解放濃度の娘。6歳で母を失う。1865年モスクワに移り、1年後の1866年、サンクトペテルブルクに移る。独学で教師の試験に合格し、 教区立学校で教え始めた。その方あらで、ネチャーエーフは、サンクトペテルブルク大学の超高生となり、ピョートルとカチョフと共に、学内少数派だった、旧進派に属し、1868年から1869年の学生運動に参加した。ネチャーエーフは、学生運動の革命化を図り、革命運動のプログラムを立案したが、それは、 最終目標として、農民たちが召喚年金を支払う年である1870年に社会革命を実現するというものであった。1869年1月に自身が逮捕されたとの偽情報を流して、スイスに亡命する。ジュネーブでは、ペトロパブルフスク要塞から脱獄した革命委員会の代表と詐称して、バクーニニやニコライオガリオフに接近して、 信頼を得た。さらに、ゲルツェンの強い反対にもかかわらず、両者から資金を得ることに成功し、革命を先導する文章を作成する。その中で一番著名なものは、1869年夏に表した革命家のカテキズムである。革命家とはあらかじめ死刑を宣告された存在である、という言葉で始まる、革命家のカテキズムは、革命のためのプログラムであり。 秘密組織を作り、破壊活動を行うための方法を示唆する内容を有していた。その主張は、革命という、目的は手段を正当化するという原理で貫かれ、後に、革命のマキャベリズム、革命のイエズス主義と称された。1869年9月に、モスクワに戻ったネチャー F は、世界革命同盟という架空の団体の、 ロシア代表部代表を名乗り、人民の裁きと呼ばれる秘密結社を作る。しかし、組織内部には、相互不信による対立が渦巻くようになった。ネチャー・エーフは、構成員の一人で、ペトルフスキー農業大学の学生であった、イワン・イワノフを裏切り者と批判し、1869年11月21日に、ペトルフスキー農業大学にて彼を、ピストルで銃殺。 岩ノ府は即死した。11月末にネチャーフは組織を作るためにサンクトペテルブルクに移る。1869年12月中旬に警察当局は岩ノ府殺害事件の関係者の逮捕と秘密結社の一斉摘発を開始した。ネチャーフは12月15日逮捕を免れ、再度スイスへ亡命したが、約300名が逮捕され、 うち87名が裁判の対象になった。後にドストエフスキーは、この事件を契機に、小説、悪霊を執筆した。亡命後ネチャーエーフは再び爆人から、資金援助を受けて、オガリョフと共に、コロコル氏、人民の裁き誌などを出版する。人民の裁き2号に掲載されたネチャーエーフの記事、将来の社会制度の基本では彼自身の、 共産主義体制のビジョンを発表したが、後にマルクスとエンゲルスによって、バラック共産主義と呼ばれた。次第に、ネチャー・エフは、同志の間から信用を失うようになり、彼の第一インターナショナルにおける名前の乱用は、総会で公式に関係を断絶することを決議するに、至った。1870年夏には、理論の破廉恥さ、それまでの行動の原則のなさ、挑発的、 作謀家的な点が批判され、バクーニンらの不信を買うに至った。1870年9月ロンドンで雑誌の編集に当たるが、ロシアの関係を逃れて、パリ、ついでチューリヒに潜伏する。さらにカスパルトゥルスキーラポーランドのブランティ派に接触するが孤立し、1872年8月14日、チューリヒで逮捕され、ロシア警察に身柄を引き渡された。 1873年1月8日に岩の不殺害の罪で懲役20年の判決を下された。ペトロパブロフスク要塞のアレクセイ半月保に収監されたネチャーエーフは監視を説得し、1880年12月に人民の意思派との接触に成功した。さらに脱獄が計画されたが、ネチャーエーフの希望で1881年同派による、 アレクサンドル二世暗殺が優先され中断された。この暗殺は成功を収め革命運動に対する弾圧は強化された。その後、次なる脱獄が計画されるも失敗に終わった。この失敗は革命家であり同歩の囚人であるミルスキーの原型を狙った密告によるものという説がある。1882年11月21日に 解決病と水薦のため告死した。35歳。ネチャーエーフはその勇気と革命運動における強心的なまでの献身にも、かかわらず同志と組織を危険にさらすことにより、ロシアの革命運動に巨大な害毒をもたらしたとみなされている。しかし、後に例人はネチャーエーフの目的は手段を正当化する革命のマキャベリズムを評価し、 結果として霊に及びボリシェビキの冷酷性に大きな影響をもたらしたと言える。ルネカナックネチャーエーフ現代視聴者33ページより、税2016年10月11日閲覧、読書日記ネチャーエーフ文書、読書日記2016年10月11日閲覧、ありがとうございます。